皆さんどうも、クヨウです。今回は新パッケージの紹介になります。今回のアプデで8種類の新規パッケージが追加されました。中にはジェムで購入できるパッケージも追加されています。まずは定番になったスタミナパックです。今回のアプデで開催されているイベントはポイント加算タイプなので早見表を載せておきます。報酬を全部獲得する場合は必要になってくると思います。また、今回のアプデで深海市ダンジョンのレベルが上がっているので、SSR 深海市などが記載されているものより多く集まると思います。次は姫様の激励パックの紹介になります。こちらは以前販売されたお姫様の宝物と同じ内容になっています。貴重な覚醒リセット石がついているので SSR 英雄をリセットしたい方にはおすすめのパックになります。貴重な英雄リセット石ですが、リセットするキャラがいない、またはストックがある場合は、他のパッケージの方がお買い得だと思います。次は希望の光パックです。過去の似たようなパッケージはこちらになります。付属されている有料ジェムは過去最高を更新しています。付属品のもう片方の姫様の直命は世界探検の回数を回復させるアイテムになります。姫様の直命で探索が全回復するのか、それとも1回復するのかはまだ調べていませんが、グッズの生産に役に立つアイテムになると思います。次は共鳴の絆パックです。この価格帯でのパッケージはあまりありません。以前販売された召喚パッケージシャープ3と同じ価格帯です。召喚パッケージに比べると召喚コントローラーが減っていますが、その分有料ジェムが増えているのでかなりお買い得なパッケージになっていると思います。姫様の直命も付属されているのでグッズの素材も確保できるのが良いです。後で調べたら姫様の直命は探索を1回復させるアイテムでした。次はプレミアム召喚サブスクパックです。この価格帯のパッケージは過去に一度だけありました。それがこちらになります。プレミアムジェムパッケージは合計で3万ジェムが入手できますが、今回のプレミアム召喚サブスクパックでは有料ジェムが1万ジェムなのでジェムではかなり負けています。ですが召喚コントローラー100個と SSR 超越ハンマーがあるので有料ジェム以上の価値はあると思います。ですがおはガチャプレイヤーからすると総ガチャ数では負けているため購入優先度は低いのかもしれません。続いては新規パッケージですが各週と週間で更新されるパッケージです。今回限りではないと思われるので注意してください。これらのパッケージは自分で2つまでアイテムを選択できます。グッズの素材などキャラ育成に必要なアイテムが選択できるようになっているので、自分に必要なものを選びましょう。最後にジェムで購入できる記録されていない補給パックです。こちらは初めて課金せずに購入できるパッケージになっています。過去にはイベントショップという自分で選択するショップはありましたが、この5000ジェムでこれだけのアイテムが手に入るのはなかったと思います。同封されている内容に、召喚コントローラー10個や、固定石など、5000ジェム以上の内容は絶対にあると思います。もしジェムに余裕があるのならこのパッケージはぜひ手に入れておいた方が良いと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。